アイテム番号 SCP-320JT。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。 SCP-320JT はサイト8123内の低危険性物体保管ユニットに保管されています。オブジェクトの持ち出しは禁止されています。 SCP-320JP のミーム汚染の影響を受けた職員はクラス B 記憶処置を実施してください。概要。 SCP-320JP は社から製造及び販売された一般的な一本の杖です。長さ 90cm、 重量 270g、 素材はブナの木で製作されており、異常性を持つオブジェクトは SCP-320JP のみで、他同商品に異常な性質は発見されませんでした。SCP-320JP は2010年、栃木県、市に営業している福祉老人施設で発見されました。SCP-320JP の所持者は当時90歳の男性入居者で、およそ6年前から老人ホームに入居していました。しかし異常が確認される1年前から男性の評価が著しく変化し、他入居者の心理変化が認められるようになりました。主に、男性を、仙人の生まれ変わり、と評する、貴重品を譲渡するといった行動が施設ホームで頻繁に確認されています。施設に2年前から偽装潜入していたエージェントがオブジェクトの異常性を看破した後、押収しました。エージェントの調べでは男性の杖の購入理由は加齢から来る筋肉の衰えで、主に歩行目的で使用していました。杖を購入したのは男性の親族で、異変が確認され始めた1年前にプレゼントされたことが判明しています。エージェントは SCP-320JP を回収し、男性及び施設関係者に記憶処置を実施した後、同品の歩行杖を男性に提供しました。SCP-320JP はミーム汚染を持ち人間が所持した場合のみ活性化します。SCP-320JP を所持した状態を目撃した第三者は、所持者に好意的な気持ちを抱き、積極的に所持者の助けになりたいと考えます。杖を所有した状態のものであれば写真や映像でも効果があり、汚染状態が進行します。初期症状では親切な態度をとる、歩行時に問題やトラブルかないか注視する程度ですが、所有者を目撃する回数、共有時間が増加するにつれて指数関数的に心理状態が重度化します。症状が進行すると所有者をほとんど崇拝に近い形で賛美します。末期状態で感染者は自身の肉体の一部を提供する。所有者の反応を顧みない一方的な行為を行うため、大変危険な状態となります。B クラス職員を使った実験で、ミーム汚染を受けた職員は所有者が重犯罪者であるにもかかわらず、好意的に受け止め賛美しました。汚染影響で最も特徴的なのは、本来の性格や犯罪の事実の無視、所有者を庇護下に置き自身ができうる限りの親切を行う、所有者に身体的障害がないにもかかわらず不自由があるように認識し始める点です。前提として所有者を心傷者や怪我人のように捉えており、40時間以上所有者と接すると取り返しのつかないところまで病状が進行します。重症化した感染者は記憶処置を施すことでオブジェクトの影響から脱することが可能ですが、SCP-320JP を所持した状態の所有者をもう一度目撃した場合、急激に深刻な末期症状となり、削除済み。なお、所持者である男性周囲で末期症状が確認されなかったのは、福祉施設における環境ゆえであると想定されています。当時男性が入居していた施設では運動と外出の機会が少なく転倒防止を防ぐため、施設内でも車椅子による移動の推奨と、他施設と比較してバリアフリーの徹底が施されていました。実際施設では安全面を売りにし、良質な生活環境を整えていました。このことから男性はオブジェクトを使用する機会が少なかったと推定されています。実験記録ログ。SCP-320JP。
1、この実験は SCP-320-JP の効果を調査するため実施されたものです。SCP-320-JP の所持者として B735、感染者 B87 として実験に参加させました。オブジェクトの効果を確認するため、同室に72時間待機させました。およそ41時間経過したところで、B87 に異変が確認されました。収容室にマイクが設置されており、博士は収容室の D クラスの応答に反応しました。ログ開始。B87、なあ、博士、聞いてくれよ。博士、何でしょうか？ B87、博士、その、B クラスってのは、要は使い捨てみたいなもんなんだろう？博士、最低限の命は保証します。無意味に人員を削減しません。B87、博士、俺はどうしようもねえクズだけどさ、こいつだけはどうか助けてやってくんねえかな？博士、B735 のことでしょうか？私にはそのような権限はありません。そうしてあなたが助けを請うたところで無意味だと伝えておきます。B87、こいつはすっげえ良い奴なんだよ。きっと犯罪を犯してしまったのも何かの間違いに違いねえ。ただ横にいるだけでわかるんだ。きっと D735 ははめられて、誰かをかばっているに違いないんだ。冤罪なんだよ。悪いことするわけないんだ。博士、B735 の罪科は連続婦女暴行殺人。証拠もきちんと揃っており、どれだけ肩を持っても言い逃れのできない状態でした。中には未成年者が、年からは知従、歳の女性を虐げてきたのです。不本意の妊娠もあります。あなたはどうして、そう思うのでしょうか？ B87、バカだな、博士。良い人ってのは理屈じゃないんだよ。こいつは純粋なんだ。暴行がなんだよ。どうせ、女側の被害妄想みたいなもんだろう。こいつの赤ちゃん産まなくちゃ。きっと良い子が生まれるんだろうな。こいつは、心が清らかで、きっと神様の生まれ変わりに違いないんだ。だからさ、博士。B87 は駆け出し、収容室のドアを殴る。B87、B735 は体も悪いんだ。こんなかわいそうなことがあるかよ。博士、B735 は至って健康的です。障害の有無は認められませんが。B87、あいつは杖を持っているだろう。博士、杖を持っているだけです。B87、ああ、うるせえ。見た目は普通の人と変わらねえが。見てわからない障害なんだよ。辛いよな。見た目は普通なのに理解してもらえないのは、痛いとも言わないし、不平も言ってないし偉いよ本当。なあ、博士、なあ博士、俺がこいつの身代わりになってやるよ。任期終わった後は俺の全財産をこいつにあげるんだ。根が良い奴だから社会復帰もできる。博士、なあ、こいつは人間なんだよ。純粋な、神様みたいな奴なんだ。そんな奴を殺してしまうのは間違いだと思うだろう。なあ、なあ、なあってば、おい、博士。B87 は数十分間ドアを殴り続けた。この時点で、博士は警備員を呼び寄せ、警戒態勢を敷く。ドアは破壊されなかったが、収容室からさらなる異変が起きた。B87、どうしたんだ？ B735、お腹空いたのか？すまねえが昼飯さっき食べちゃったしな。何もねえな。そうだ、これなんてどうだ？食べてくれよ。B735 の悲鳴と物音、それに混じって湿っぽい音が響く。B735、博士、B87 が、ああ、こいつやべえ、うわあ、誰か来てくれ、気持ち悪いんだよ、こっちに、来るなあ。この時点で警備員が収容室に突撃した。
収容室では SCP-320JT を放り投げた D735 と、昼食時に使用したスプーンを使って自身の眼球をえぐり、D735 の口に無理やり詰め込む D87 の姿があった。D735、応答呼び終えず。D87、ああ、すまねえすまねえ、これやるから、さ、ね。D87 は自身の歯を抜き、押し付ける。D735 が錯乱し暴れるたびに詰め、した、毛髪を提供し続けていた。ログ終了。実験を中止し、D735 と D87 を個別の部屋に移動途中、D87 は自身の皮膚を剥がし、D735 の元へ駆け寄ろうとした。削除済み。のため、D87 は警備員によって終了させられました。D87 の暴走の理由は D735 が自身の吐瀉物によりユニフォームが汚れていました。それをきれいにするために自身の皮膚を剥いだものだと考えられます。D87 のユニフォームも D735 と同様に清潔な状態ではありませんでした。SCP-320JT、ホイ、A。SCP-320JT を押収から、週間後、老人ホームで元所持者である男性が殺害されたことが判明しました。男性は入居者数名による暴行で死亡しており、加害者側の主張によれば、男性に全財産を奪われた、騙された、と発言しています。警察の事後調査で男性の預金通帳は膨大な数値となっており、加害者側の主張を裏付ける内容となっています。この事件は SCP-320JP の直接的な影響ではなく、SCP-320JP を損失したことによる二次的な事件だと推測されています。